今日は久々に歌うということで、よいしょ。初見さんこんばんは。今日はボイトレしてました。アンスタコラボ最高でした。ありがとうございます。チェシャゲーム良かったです。ありがとうございます。めちゃいライブ見ました。でかいねスタジアムって。ロイヤルスキャンダルね、あの新しく公式チャンネルができたので、これからそっちの方でしっかりロイスキャンの活動を発信していくので、皆さんぜひチャンネル登録してください。いつも急に言った枠やからびっくり。確かにね、確かにね。ロイスキャ新章、ルス君また上手くなっててビビった。本当にボイトレ頑張ってる甲斐あるわ、そう言ってくれると。今日カラオケですよ。ルサン全然します。頑張って頑張って受験します。ありがとう。今回のカーニバルめちゃくちゃいろいろなちょっと面白い企画用意してるんで楽しみにしててください。オンツイ何にしますか。よし、オンツイ来ますか。久々やし俺も参加するか。久々に、あ、ちょっと待って、あの自分のやつとみんなのやつじゃ違うやつにするわ。久々に、よし、うん、I'm hungry。 ご飯食べなさい。では、久々にルス君歌うやけどで音声お願いします。いきます。ほい、やべ、俺自分のこと呼び捨てにしちゃった。おーい、自分、みんなくんって呼んでくれてるのに自分だけ呼び捨てしちゃったって。まあいっか、まあ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 、アンサの推し僕と一緒な気がしかしません。え、いや、だ、な、何言ってんだよ。なんで俺いつそんなレイクなんて言ってないんだからな。アクセサリーオン、チャリン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 、こんばんは。とかすげえショックなことあってさ、多分さ、あのタクシーに財布を置いてきてしまってさ、そう、今財布ないんだよね。うん、死んだ。いや、あれなんだよね、あの領収書もらうの忘れてさ、そう、はあ、カラオケのお金どうやって払うんですか。え、クイックペイで払う。うん、最悪だ。はあ、カード止めた？
いや、まだ止めん。まだ止めん。カラオケで歌ってる場合じゃなくて草。いやいやいや。いや、止めんってまだ。俺は、いい人って信じてくれてる、信じてるから。拾ってくれる人が。うん。というわけで、何歌いますかね。いや、違うんですよ。なんかね、タクシーの会社に電話したら、なんか土日なんか、忘れ物センターお休みみたいで、どういうことと思って。なんで土日休むのよと思って、そこは。そこは休まないでくれよと思って。そうなんですよ。僕、月曜日まで財布ないんだよ。いや、わかんないけどね。タクシーなかったらもう諦めますけどね。タクシーなかったらさすがに止めます。うん。うん、うん、万が一の時に止めた方がいい。いや、止めない。絶対止めん。いや、絶対嫌。そう、信じてるから。うん。だってみんなさ、実際カード落としてさ、悪用されたことありますか？そんな悪い人がいると思う？実際拾ってさ、人のカード悪用すると思う？あ、ある、ある、います、ある、え？ガチ？え？そうなの？そうか、そうか。友達が50万取られました。そうか、悪用されて8万飛んだ。そうか、そんないい人ばかりじゃないんだね。俺、拾った財布絶対届けるけどな。うん。これ配信しながら電話できんのかな。ちょっと一回ミュートしていいじゃん。タクシーの領収書ないとダメかな、やっぱり。ただいま。
どうしよう。本人確認とかできれば返却してもらえる。ああ。みんなタクシー乗るとき領収書もらってね。うん。カード以外に入れてるものは大丈夫ですか？全部ね、入ってる。全部。すべて全部入ってる。身分証ないってことじゃん。俺ちょっと待ってくれ。俺身分証明できないじゃん、職質されても。やばい。僕前回普通に電車乗ろうと思ってなんか駅歩いてたんですよ。駅構内をね。そしたらなんか警察官4人くらいが目の前から歩いてきて、おなんかあったのかなと思ってガン見してたんですよ。でそれで僕まっすぐ来るから僕そのまま右に曲がったんですね、駅の方に。でそしたらなんか向こうもなんかこっちガン見してて、で僕もガン見してたからなんだろうなと思って、そのまま改札通ろうとしたらめっちゃダッシュで追いかけてきて、警察4人がタタタタタタってダッシュできて、ちょっと君って言われて、ちょっといいですかって、なんでこっち見てたのかなって言われて、いやと思って、いや見るでしょと思って、警察4人いたら見るでしょと思って、いや見るでしょうと思って、ちょっと調べさせてもらってもいいって言われて、カバンの中ちょっと開けるよって言われて、理不尽すぎるでしょうって。うんね、僕バケハニグラサンにマスクにジャージ着てただけなんですけどね、おかしいですわ。最近物騒やなと思いましたよね。本当にはみんなも気をつけてよ、本当。特にね、君たちね、もちろん男子もいると思うけどさ、やっぱここに女子たちが多いわけじゃん。気をつけような。うん、本当に。なんかいろんな事件も多いじゃないですかね今。僕やっぱりやっぱ背格好が高い分さ、あんまりそんな変な人に絡まれることないんですけど、やっぱりね、女の子大変やんね。うん、警察に絡まれてるやん。いや、違うよ、それは。かまってほしかったんよ、多分、暇やったから。うん。そうなんですよ。カードはね、ちょっとね、まだ止めれないんですよ。今カード類止めてしまうとね、ちょっと困るんですよ。だから明日じゃないや、土日が見つからんから、
月曜日見つからんかったら止めます。そう、なんでこんな月曜日までこんな辛い思いせなあかんの。もう9時から電話できるらしいんで8時58分から電話します。カラオケ行ってる場合じゃないって思うでしょ。カラオケ入ってから気づいたんだよマジで。支払いどうやってやってんの？僕全部ね、クイックペイで支払うんですよ。本当に。だ現金とかね、だから持ってない。そう。マジさ、クイックペイ本当便利なんですよ。ピッて出すだけ。ピッて。財布入って、現金は入れてない。なんかカードとか使えないってなったらさすがに現金持ってくけど。初見さんこんばんは。今僕が財布落としてみんなが慰めてくれてます。そう、カード止めたらクイックペイの支払い止まっちゃうから止めれないんだよそういうこと。その通り。だってさ、今止めてさ、したいってさ、ちょっとお金ないですってやばくない？ちょっと払えませんってやばいでしょ。それこそ僕警察、ガチの警察行かなきゃいけない。皿洗いするんでどうにかしてくれませんかって。そう、身分証もないからさ、なんか怪しいなんかやつがなんかカラオケタダで歌って帰ろうとしてますみたいなそうなったら電話で誰か呼んで払ってもらえない。いや絶対嫌だ。誰か呼んでは嫌だよ。運転手さん気づいてくれてたらいいけどね。今日隣の部屋めいちゃんとかじゃないの？どうする？めいちゃんいたら。あれ、スクーンってどうしたんすか？え？財布なくしたんすか？あ、いいっすよ、いいっすよ。俺払っときますよ。いや、俺スタジアムやったんで、もういいっすよ、いいっすよ。って。そう。どう？今日いたら怖いわ、確かに。確かに、今日いたらやばいね。初見さんこんばんは。初見さんに一言だけ言います。タクシー降りるときは領収書をもらってください。以上です。
カードの再発行って確か1週間くらいかかるよね。もう終わったんだけど、本当に。はあ、歌枠だよこれ。俺の今の悲しい人生を歌ってる今、言葉にして。フィッケーシャラ履歴書タクシー会社、天才よこの人。この人天才や。タクシーの会社もみんなわかる。だってなんかさ、黒いタクシーの中さ、俺なんか黄色いタクシー乗った記憶あるわ。黄色いタクシーでなんか頭に N って書いてあった。頭なんかライトのとこに N って書いてある。日本交通？本当に？なんかタクシー特定枠になってるけどこれ。みんな詳しいな、しかも。あれに変えよう。あの、ムドメ。財布なくしたにするわ。財布なくした。変えた。レッドの音うるさい？ごめん、ちょっと撮るよ、じゃあ。よいしょ。あ、なくすって、なくすって言われてる。カバンの中入れとくよ、もう。カバンの中入れとくよ。よいしょ。入れました。初見です。大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。音がエルメス。怖っ。なんでわかるん？ちょっと待って。カバン忘れないでね。カバン忘れないでしょ。やばくない？もう何もないからっつってもカバンさえ忘れてたらやばいよね。携帯忘れないでね。日本交通の電話番号一覧です。あ、ありがとう。これちょっと後で開いておきます。これクリックしとこう。財布忘れたら、やることを、何？ちょっと待って。お、やることなの調べたら警察にいなくてもいいらしいですね。あ、そうなんだ。紛失届けってこと？あ、違うんだよ。この日本交通の忘れ物のやつが、あれなんですよ。土日通じないんだよ。結局。もう歌うね。悲しい歌歌うわ、じゃあ。じゃあ俺の財布に向けて、さよならの歌を。
忘れちゃいたいのに、ずっと傷つけられてばっかだったのに、死んでタオル翌日にかけた8時じゃなかった、部屋には一人、また財布落としてしまった、あなたがいなくなっても私は平気じゃないです、連絡はたまにするね、意地悪くらいさせてよね、oh, 嘘くらいせめてちゃんと次は上手に好かなきゃね、oh, oh,財布ないボーイやかましいやかましいやかましょやかましいな、本当に。カスタマーセンターの営業時間が平日のみだけど、営業所直中だったらつながるかもです。乗った場所とか降りた場所の近い営業所に試しにかけてみるのもありかもしれないです。どこで乗ったっけな、最寄りの営業所回りする、今来たんですけど財布ないって本当ですか、おいみんな広めるな、おい財布ないこと広めるな。警察に届け出を出すと、もし不正利用された時保証を受けれる可能性がある、連絡する。ああ、じゃあ警察に連絡する。 CD3 枚買ったことあるよ、留守くんの。 ありがとう。あ、充電器はね、ちゃんと充電してます。カラオケ台何台あるの？あ、カラオケ台は何台あるの？だからね、クイックペイなの。支払いで。うん。これまでのあらすじ。お財布をタクシーに忘れてきてしまったルス君。歌おくしてる場じゃないぞ。ルス、シンデレラボーイ歌います。分かった、じゃあ中間を取って10時に枠終わります。それでいい？なんだよ、久々にみんなと話したかったのに。
いい？それで。いい？僕だってね、みんなとね、話したくてね、枠を取ったの。いい？10時から営業所回り配信にしよう。やかましいわ。ひらった方が、そうだね。自分全部あれがあれの方がいいかもしれないね。財布に向けて赤いと歌いましょう。分かった。じゃあ10時までね。10時になったらもうクイックペイでピッてやって、なんかすごい悲しいのに堂々とカラオケ屋から出てくるの。僕みんなありがとうよ、こんな僕のことを心配してくれて。ありがとうよ。さあ困ったなマジで。ウーバーいつも食べれねえ。カードが止まってしまったらご飯も食べれねえ。ああキャッシュカードもね入ってるんですよ。どうしよう。これで家にあったらおもろいねって。確かに確かに家にあるかもしれん。なわけある。あ、けどあるか。いやあるんですよね実際。僕なんか普通にリハとかでやばいって、財布ない財布ないってめちゃくちゃ焦って、スタッフさんもめちゃくちゃ焦っていろいろ探してくれて、なくてもう終わったわと思ってカード止めようって言ってカード止めたんですよ。で帰ったらあった家に。それだったらいいけどね。家にあったらツイートしてくださいね。わかった。わかった。うん。じゃあまた悲しい歌を歌います。君を巡る事情
知りきれないよって持ちになり損ねたまま君を探してた。何度君に対して何度君を恨んで固く結んだ糸僕を優しく縛る。だから言えなくて今更君に触れたくて苦しくて何度も言いかけたさよなら。邪魔になる気がした。この財布もそう悩むことさえ変わらないものはないなら、僕はこのまま変わってゆくの。君からの音沙汰はずっとないまま空白の時に想いを馳せた。それぞれに見ていた新しい財布その手でキュッと教えてた。君が眩しかった。まるで子供みたいに繋いだ手を引いて走り出しそうになる君のまっすぐな瞳。だから言えなくて今更君に会いたくて苦しいよ。手分けしたらブレたか思い出と共に重なった。君は守ると本気でそう思ってた。最初の人なんだ。何度君に恋して何度君を恨んで固く結んだ糸僕を優しく縛る。だから言わなくちゃそれでも君が好きだよってね。一人で寂しいって愛しいに頼って素直になることで君を困らせた夜も大丈夫。たとえどんな未来が待っていても決して切らせはしない赤い空。来たわ。ちょっとなんか切なくなってきた。ありがとうございました。今日から浮上しなくなったらさせてください。歌ってみたは今月1本あげます。それは確実です。以上でした。マジちょっとなんかもうなんでや。みんなありがとね、心配してくれて。とりあえずちょっといろいろ試してみますわ。見つかりますようにね、とりあえずね。
ありがとうございました。またね、初見さんすいません、なんかカオスな枠で。いつもの人はいつもありがとう。またね、おつやけど、おやちみ。